川崎重工業はモーターサイクル&エンジンカンパニーを含めて多くのプロダクトを生産しています。その大きな技術、大きな力に裏打ちされて作られるもの、それが私たちのモーターサイクルの製品です。日本のものづくりの考え方をベースにデザインされています。本来忍者の持っている俊敏で切れ味がよく卓越した運動能力を可能な限り表すために、大胆な造形テーマを細部にまで繊細に練り上げました。どこから見てもワクワクドキドキする躍動感は忍者の内に秘めたる力強さの表れです。まずは顔を忍者ファミリーのファミリーフェイスで統一したというのがあります。その結果、ご覧のように非常にアグレッシブ でちょうどそのですね、バランスが取れる点を探したかったんです。でそれがうまい具合にインドネシアのお客様が求めているサイズと、欧米のお客様が持たれている、理想的なサイズというのがちょうどバランスするポイントがここなんです。全てですね、もう全てに対してもフロントフォークもそう、マフラーもそう、ステップもそう、ホイールもそう、リアフラップもそう、全てがデザインに関わっています。我々、怒り顔と言ってますよね。その顔がきちんとできたと思っています。あれもこれも入れて無難なバイクを作るという思いではなくて、なぜも止まったのも欲しいんだけど、僕が言いたかったのは、もう好きなく全部どこ見たってもう改良されてるって。走っててね、レボリみたいにいっちゃうんですよね。サーキットとかで走ってると気持ちよすぎて、こう頭打ちになってこうレボリみたいに迎えると、ああもうやばいやばい、ギアチェンジしようって思っちゃうんだけど、このモデルはまあレボリみたいまでどんどん回り続けるんで、いけるいけるいけるって思ったらレオリミッターがカカカカってかかっちゃう。まあそれぐらいね、上まで気持ちよく回ると思うんで、迷いがない、あもうここ作ればいいじゃん。でそれはその僕だけじゃなくて、ね、開発チーム全員にその自分が見てきたことを伝えたし、まあ、途中で、まあ、インドネシアの現地テストであったけど、行って見てきてこうだ、もう自信持ってこうだ、